さあ今回もコサック3、前回の続きでキャンペーンモード第2章ですかね。前回戦でね負けてしまったので、今回ちょっと復讐を、します。こいつ連れて行きます。あー、フードやゴールドがかかるけど回復ができるおっさんですね。前回挑んだのはいいんですけど、敗北し、もうこんなにいらないんじゃないかというくらいの兵数になってしまいましたね。こっちやばいな傭兵感やばいですね。7ゴールドで作れる雑魚です。まあ、タイミングでいくと鉄砲、弓、こいつら、パイクという三段戦法でいきましょう。まずは鉄砲部隊ですが、ちょっと邪魔だなこいつら。よし、まずは森に入る。戦線はこんなもんでしょうかね。どこに行った？あ、いたいたいた。まずい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 。あとあんだけじゃないこれ。よし、では。傭兵部隊かかれ。金を払っているんだ、戦え。もっと前。鉄砲が地味に扱いにくいですね。片方部隊化してないので。勝ったようですね。家を得ました。ではこの兵らを一旦退却させましょう。あのちょっと砦の様子気になるので、この辺じゃ送ってみよう。ちょ、もういいです。どういった、こいつをちょっと追ってみましょう。どういうような構造なんでしょうかね。命知らずの傭兵くんに敵の内情を知らせてもらう。多分ここ通る、ここ通って上に、あー違うな、ここだよね、多分この道だよ。どういう道だ、やっぱここ通るんか、川通るなこれ多分。あ、そうですか。おお、ここに、ちょっと待って、もっと詳しく見たいな今のだと。銃消えたし、どっかに。これか。どういう編成だ今。この辺の川の橋？ここだね。ここで消えたね。これやっぱ1個までなんだね。大砲を持ってくっていう手はどうだろうな。とりあえず兵は増やしましょう、どんどん。このクロアチアの軽騎兵か、前回大活躍したので、これも作りながら。とりあえず彼らが先陣を切るというか、様子見をしている間にね。
使いすぎかも。どんなもんでしょうね。あそこか。ここにいて、ここにあって近寄れないよな、これ。他のルートないでしょうかね。ん？何？ああ、なんか増えた。小規模ですね。援軍かな。これどうなってんの？川が分かんないけど。一切反撃してないな。あ、そうか、ここで止めればいいのか。一旦ここを最終防衛ラインに、最終攻略ラインに設定しましょう。なかなかこれ攻めづらくないか。めちゃくちゃ難しいぞ。あ、橋ある。ここから攻めれるな。あっちに新たな拠点を作りましょうか。今いる兵使えばなんとかなるかな。なかなか増えすぎたな。偵察の兵を、出しましょう。あ、この砦っていうか塔はその道を示していたのか。金もうちょっとないかな。あったあったあった。5人どっかにいないっけ。じゃあゴールドがいくらあっても足んないです。取っとけ。もうないか。なんか前にいたようなマップだな。あ、でもそう似てないか。前ここがなんか川じゃなかったっけ。こっちの方が。闇は晴れたが、ゴールドあんまりないですね。まあ1個あったからまあいい収穫ではありましたね。この先がどうなってるかね。上からも行けるし下からも行けるんで、下の防御力が凄まじいだろうな、これ。また攻めづらそうなとこだな。別じゃないこれ場所。いけいけいけ、突っ走れ。あー、なるほど。毎回なんかこのゲーム殺す気なのか。彼がいるうちに情報できる限り集めよう。まず崖の上に旧兵がいる、弓部隊がいる。それが2個、下からだと2個まずある。でこっち行くと鉄砲。なるほど。下から行けば弓部隊が、大量にいる場所が2個、上から行くと鉄砲が1箇所か。力攻めできないな、両方とも。まだ弓の方が幾分かちょろいね。彼ら死ぬざま見ましょうか。神など怖くないわと。神じゃないな。敵だな。砲台で、やっぱ固まると砲台で死んじゃうんだな。人数がね、いかんせん満員でございますね。おお、やるじゃん。どういう経緯で死んだ相手。こうやな。
か、死ぬ。ここで多分いるでしょうかね、この距離感で。あ、さあ進み出しました。最悪移転すればいいか。これもお金がどん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 増えていきますね。こういうのでなんか増えるんじゃないかな。うまい。食料が増えていっている。減るものが特にないですね。木でも取るか。あ、でも死んでる。撃てないの、やっぱりこっからだと。ダメ、死んじゃうな、すぐ。この作戦無謀だぞ。そうなってると、これいっぱい作れればいいんだけどね。しまった、死んだ経緯見てないから何とも言えんな。上からの弓かな。やっぱ間合いに差がありますよね。大砲普通に作ってあんな遅いんだね。撃て撃て撃て。右の方にもある。この上のやつらをなんとか倒せないものか。ダメか。いや、ちょっとは倒せるけど。弓の数が違うな。無限に行くから、マップ的にはここで表示は出し続けれるので、その隙にいろんなものを持っていくか。 いかんせん橋で撃たれることは目に見えているので、それをどうかいくぐるかっていうのがちょっと重要になってくるんじゃないでしょうかね。切り取って、制圧は無理だな。敵はまあ死んではいるんですけど、こっちの被害の方が明らかに多いし。登れないとこに、だから何ならやってくれるかもしれない。敵はあいつらだ。失えば痛い。でも送ってみたはいいけど、こいつは前かく乱で結構いいダメージ与えれたんで、今回もそれに期待しよう。数人は死ぬだろうが、今のうちに鉄砲が、あ、ここにそんなのあった。あー、砲弾でだいぶやられていく。だめ、あんなの取り付けないよ。ダメージ減らせればね、結構奥までいけるんでいいんだけど、
メか。壊されたわけじゃないのね。ひたすら人数が少ないから時間かかるな。さあ、この無限の行列で敵を減らし続けてはいるが、崖の上を制圧なんて言ったらもう一体どれほどの被害者がいれば終わるんだろう。おお、敵が近づいてきている。おっと、おい、一瞬で奇襲してきたな。ほんとあっちやられてんじゃん。大砲か。あー、大砲取りたいね、これ。めっちゃ大群なんだけど。ゴールド3万、そんなお金はないでしょう。捕獲じゃないですね、どう見ても。敵の進行を食い止めるのに精一杯なんですけど、どうしようがいいか。プリンスト、ここでプリンスはまずいな。これ結構作れるな。作るか。青と、あ、でも仲間か。やっぱりちょっと無駄だな。ゼウスの方疲れましたね、一瞬で。もう作れないか。アカデミー、アカデミーってこれだよね。そっか、2個あれば研究2倍で済むのか。スピードが。なかなかすまんな。結構勝手がまだ分かってないですね。取りに行け、あれを。よし、来た。取れるんじゃないのこれ。やっとです。やっと後ろから大軍が。
大砲は奪えたかな。大砲コレクションに入れときましょう。まず敵の進行第2が始まりましたね。まあ、全然来てない方だったんですけど。本当に進行してる？あれしてないかな。あ、でも狙ってますね。ちょ、こっちに防衛塔を増やすべきですね。もうちょい残すか。あ、また来たか。追い払いに行こう。実はもういらないんじゃないかな。一旦こいついいかな。まあいいや、無視を逆に。石めっちゃあるんで金に変えようか。1500単位で売ってくる。1万単位まだ来るかな。この辺で待ってるか。よし、この無限に等しい兵は最前線か。いや、今なかなか防衛フェーズに回ってますね。大砲だけ来るわけはないな。仕掛けに行くしかないか。行くしかない。後方のやつ先になっておけば。
その辺で戦うのがまだベストですね。あの大砲が撃ってこなければここでもまだ問題ないですね。やっぱ最前線に送ってこっち突破してみるか。兵は揃ってきたしな。一旦性能上げときましょう。10最高まで上がってんな。大砲は持ってかなくていいよな。これでどうだろう。うまく隊列は組めないけど数はだいぶ揃っている。こんだけの銃なら突破できんじゃないかな。被害を鑑みなければ。これならば確実に勝てるはずなんですよね。来たか。まず試しにあいつらを倒してみよう。撃ってくんのか。行くしかない。どうだろうな。ちょっと乱戦ですが、思ってる相手が強いか。自慢の鉄砲部隊が崩されていく。回収回収。あそこから撃てんの？すごいな。こいつは撃てないか。
壊すかこれ。下から行かないんならもう必要ないですよね。大砲は回収ですかね。ちょっと多めに置いときましょう。大砲になんか指揮官がいると射程が伸びるとかあるのかな。壊れると止まるんだ。厄介な性質を持ってやがるな。とりあえず作り直しして即座に前線に送れるようにしとこう。この辺だろ。石って無限なんですかね。石減る気配ないですよね。破壊橋を作ってみたらいいけど、相手別に、なんだ、建物が攻撃してきてんじゃなくて、大砲が来てるからね。意味なさげですよね。こいつだこいつ。こいつならスピードで敵を倒せるかもしれない。やばいな、大砲が。あの大砲取れればいいもんね。こっちはちょっと取りに行こう。ここをもう最後と思って行きましょう。使いづらいですよね。明らかに被害が増えそうな雰囲気が。我らもこう上からやるっていう戦法を使うか。思ったより効かなかったな。
やー、とりあえずじゃあここまでにしようか。いや、なかなか選曲がつかめませんね。というところで、じゃあまた次回お会いしましょう。